今週も最高の週末、いや最高のミッドウィークがやってきましたね。どうもケイスケです。 J3 リーグ第12節、SC 岐阜 VS ブラウブリッツ秋田さんとの試合が、長屋競技場で行われるということで、来ました。まあね、あの秋田さんは首位で、さらに J リーグ20戦無敗ということで、J リーグ記録を、打ち立てられましたが、今日ね SC 岐阜が、秋田さんに、初めてのね、土を、つけようと思いますので、一生懸命ね、声は出せませんが、拍手等をしてね、一生懸命、声援を送りたいと思います。じゃあね、あの残り試合開始まで、30分なので、急いでね、スタジアムに向かいたいと思います。今日はね、中田監督、奇策を打ってきましたね。今までのスタメンとガラリと、変えた布陣で挑むということで、これは秋田戦に向けたね、奇策なんじゃないかなと思いますのでね、期待して試合観戦を楽しみたいと思います。そしてね、今日はインド人ともう一人、熊本戦以来のね、試合観戦になる、男がね、今日は来てくれるので、早速ねスタジアムに行って、合流したいと思います。インド人やってくれました。一個見たのが遅えよ、ゴリラ来んのが。仕事や、お前仕事、俺がこれちょっと頼む、あの秋田戦でちょっと勢い、お前今一生いっぱいで、お前、いや今日は勝つよ。なんか早いね、スパンが。あのね、こうだから台風でこれ中止になったやつやもんで、他の J3 やってないんやって。はいはい、なので勝つよ、今日は。今日はね、実はペンライト持っていた。いけるな、今日はいけるよ。以来の父ちゃん来てくれました。熊本戦以来、以来やで。頼むよ、お前勝たせて、秋田にお前の力が必要やで。なんとか今日父ちゃん来てくれたんでね、あの時の熊本戦以来の劇的勝利を、見せてくれることを祈ってます。じゃあね、今からスタジオに向かいたいと思います。インド人倒すぞ。やっちゃいますよ。もう仕事ね、定時を終わらせてダッシュできたけど、俺定時やって、これで、いや1時間かかって、ここからあ、あ、じゃあ、こんどったら、こんどったて、ダブルコースター2人でしょ。なんとかね、これ水曜日ですけど、これが勝てばね、残りの2日は頑張れるんで、もう今日はね、なんとか勝ちましょう。秋田の実力どんなかしね、見たいね。絶対勝ちます。息つく間もないの、怖えわ。いや強いわな、やばい、しかったけどな。そうちゃんは頑張ってる。何頑張ってる、頑張ってる。やったの、やったの。とりあえず前半のね給水剤も終わったんで、こっから流れ変えれるように頑張ってもらいたいなと思います。日曜日は勝とうな。え、日曜日は勝ってる、勝てる。ちょ、熊本戦みたいに勝たせてよ、お前。あれ以来やろ。そう、頼むわ。あ、辛い。ちょっとあれか、まだ暑かった時か、俺。そう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 、ちょっと明日明後日仕事休もうかな。本当にお前負け越しとるって、お前一勝2敗になったって。インド人どないなって、最初よかったもんな。え、最初3対1で勝った。いや、お前ちょっとやっぱ死神だったかもね。ちょっと本当にもう一回ちょっとあの休んだってもらって、うん、ちょっとやっぱお前来てから調子悪くなる。頼んないな、頼んないな。頑張って応援したもんね。頑張ってしまう。俺は苦手だよ、日曜日。まあ、すぐ切り替えるでな、これで1週間とかじゃないで、2日後にはもうまた試合あるでな、そこで勝てるように。今度多分人やばいぞ、岐阜市民、岐阜市民ただやで。岐阜の日な、そう、岐阜の市、岐阜の日。なおかつ岐阜市民めっちゃいいで、ユニフォームは、ユニフォームっていうか T シャツはもらえるし、タオルはもらえるし、グッズ全部揃う。勝ちますよ、皆さんで、ね、福島勝ちますよ、本当に。絶対倒す、もう 5-0 で勝つ。今日の取られた分そこで返す、マジで。声援送れんからね、めちゃくちゃ悔しいけど。それじゃあね、切り替えて、今から家に帰りたいと思います。今ね、自宅の方に帰ってきたんですけども、まあ結果はね、5-0 ということで、まあ強かったですね、秋田さんが。やっぱりまだね負けてないっていうことで、
まあ、自分たちのサッカーに自信を持って、やってきてるんで、やっぱ勢いもありますし、やっぱりあのチームとしてのサッカーも完成してて、やっぱりロングボールは徹底してるし、最後まで選手走り切ってるし、フィジカル面も強いし、もう本当にね、 J3 のサッカーを熟知してるなと、 J3 の戦い方を知ってるなと、個人的には、思いました。まあね、個人的にはなんとかね1点返したかったんですけども、まあ0点無失点で終わってしまったっていうのはね、2試合連続で無失点で終わってしまったっていうのはちょっとね残念だなと思いました。まあね、これで秋田さんとの、勝ち点っていうのは16ポイント、離されてしまったということで、まあ、なかなかね、優勝っていうのはちょっと厳しくなってきたかなと個人的には思います。ただね、2位の、熊本さんとの、勝ち点差は、今現在、4ポイント差ということなので、まだね昇格の可能性っていうのは十分、残っていると思うので、優勝っていうのはとりあえずまずはね、置いて、まずは昇格圏内の2位に入ることを、目標に、するべきかなと、思いました。まあ、今回の秋田さんの、試合に関しては、まあ、5失点してしまったっていうのはね、ちょっと課題ではあるかなと思うんですけども、まあ、今回のこの悔しさをね、バネにして、次は福島戦、岐阜市民、全力応援ということで、たくさんのお客さんが多分、来場されると思うので、そこでね、なんとかサポーターから、選手のみんなに、力を、与えて、なんとかね福島戦は、すっきりと、勝ってもらいたいなと思います。僕らサポーターもね、やっぱホームこの3連戦、2連敗できてしまったということで、やっぱもやもやした、気持ちっていうのもありますし、まあ、選手たちもね多分もやもやした気持ちっていうのがあると思うので、なんとかね日曜日、スッキリと勝ってこの、5連戦、勝ち越しを決めてもらいたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね次の動画でお会いしましょう。待ってるのは最高の週末だ。秋田さん、次は絶対勝つ。